お疲れ様です。今日はさ、シーズン最後の、追い込みトロアギをやっていくんですけども、トロフィー300ほど溶かしました。はい、慣れてます。慣れてるんですけども、残りもう3日とかしかないので、気合で上げていきます。よくねコメントとかでトロ沼った時どうしてるんですかって、よく聞かれますけども、ひたすらやります。はい、無限です。クラロワはライフがないんでね、5回やったらもう今日はできないよみたいな、そんな大富豪オンラインみたいなことはねないので、まあ無限ですよ。トロ300、500、800いくら溶かそうが、一旦ねコーラ飲んで姿勢を正してボイマルチマジ無限です。はい、でデッキはもうルーカスがなんか強そうなロイ使ってたんでこれにします。もう環境はねなんかもう固定されてるんで、豚とディガー削りと、まあ、ちょいちょいロイと、まあ、あと大型のエリポンゴレオアエリゴレレイジ、はい、もうそれですね。環境は定まってます。あ、スケラもねいます。ペッカとかラバーもゼロです。はい、ゼロです。ペッカラバーいなくて、スパーキーもいねえな。ペッカラバースパーキーはいない。枯渇もね、ぶっちゃけほぼいないんですよ。日本人の方が数名使ってるって感じで、まあ、今回はもうマジでどっから飲めばエリゴレやないかいっつって、エリコレかボーラーバルーンかどっちですかあなた。この大型のライドラをねしばきたくて、このライトニングを持ってきました。ゴルやないがいさあ、ちゅうわけで、まあ、エリポンゴレっぽいな。あー嫌ですね、まあ、正直なと。一旦固まって、マザネクであの金髪野郎やれないかな。無理か。走ってくる？走ってこない。おお、いやこれはさすがに、いやタルも使ってるんで、これこそ0123で1体出てくるよぐらいか。ああ、もうガン虫、ああこれ美味しいんだよ、マジで。で一応トロイトンがトルネで剥がされるものがようにって思ったんですけど、なんかおしゃれなトルネが来ましたねさあこれライトニング僕持ってんで、よくライトぶっ放して、いやウッド転がせばよかったな。でもまあぶっちゃけ左なんで、あーいやーめっちゃいい取るね。でもこれうまい。いやーでも鳥が卵ではなく豚になる。お前は延命したい。おつい、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 おお、お前生まれろ。熱い、やだ待って、走ってくる金髪を騙してくんな。いやーめっちゃいいライドラ。今ライト打てたら熱かった。ライト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 、いや豚になりそうだね、あいつ。え、だから絶対これタワーに入れた方が良かったよな。あんまあ、いいか。さあ勝ってく。危ない危ない危ない。マザネクがねどんぐらいいい味出せるかみたいなところにも、かかってはいるかな。まあ、今ねマジゴブリン絶対いるでしょ。ほぼ格でゴブリンいるね、大型以外には。まあ、でもゴブリンぐらいか。もうゴブリン専用マザネクと言ってもね過言ではないぐらいの、まあ、あとスケラか、はい、対スケラ用です。いやマジでここでねこの沼を取り返したい。300ってちょっと遠いよな。10勝しなきゃいけねえマジで3000リーチとかだったんだけどな。順調だったんだけど、起きてすぐクララすると良くないですよ。連敗します。はい、それだけは言えます。一番ダメこの世で寝起きクラロ。あーこの人か、ゴゴティさんはバルーンっすね。まあ、今来たらライトで落とします。わーもうすんごいんだな肩が。あーエレキもいたな。わーすごいいっぱいいる。
やばい、ファルチェどこ見てんだ。真正面向けよ。よし。あー、これちょっと怪しいっすね。うわ、やば。それ入るのやばい。マジでやばい。いや、ファルチェ強っ。これサイド逆の方がいいんですけど、一旦行きたい。いや、LSP いるな、熱い。しかもフェニックスさ、残りそうじゃね。ねえ、こんな天才なタゲある。びっくりしたんだけど、天才でしたよね、インドラ。豚？いや、でも結構コスト使ってくれてるんですけど、まあ何もないんで。うん、まあ、マサネク今回はもうお休みっすね、一旦。こういう相手にはさあ、ファルチェの事故とインドラか、まあ、インドラ咲いたらマジで生き残すよ。ファルチェってライトットで飛ぶのかな。飛ばなそうだな。でかい、でかすぎるー。てかもうこれしか勝ち筋なかったっすね。やばすぎ。いやー、まあ18でもいい、大事。ちまちまね、ちまちま稼いでいきましょう。多分今のもう一段だったらもう本当にバルキリーバルーンディガーポイッつって終わってたんで。まあまあでかいなー。さあ、ブーちゃん頑張ってますね。刺さんないけど全然マジで全然刺さんねえ。あとこのエリスピなのもね、ちょっと珍しいですね。やっぱここ最近ゴブリンとか、まあアイスピとかだったんで、このエリスピ採用がルーカスのこの、なぜエリスピなんだろうって。うん、まあロイには基本エリスピだからですかね、知らんけど。さあ、ママの小さな宝物。いやー、ウッドフェニー、ウッフィー。いや、わかんないですね。マズネク出しちゃうか。ああ、同じもしかして、君、ルーカス信者だね。もう俺が言えねえけど。信者じゃねえけど、別に。ただ、ルーカスが使ってたから、強そうだなと思って持ってきたら、相手も考え同じ。これもちょっと強いですね。これが結構入るもん。いや、神ライトじゃん、卵が。あー、卵だけマジで。おー、めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。マジで文句、ロイが強い。いやー、これエレスピいる？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 いらないな。あー、いるわ。そういうことも。いや、文句ロイ形組むだけやん。低めフェニー、低めフェニーで全部吸えたらいいけど、吸えねえな。モンクロイ来るな、これ。やられたらやり返す。倍返してくね。来ない。いや、おいしいな。さあ、これは相手が6個使ってるんで、シンプルにチャンスタイム。でさ、これはもう別に低めで受けて、低めで受けて、さあ美味しい。無理せず耐えます。左サイドなんで、あとは
これっすね、マジこれが単純に強いんで。ノックバックして、危ない。マジで形組むだけやばいっすね、ロイジャイって。簡単に降りるし簡単にダメージ受けちゃう。さあモンクロイ、いやー熱いなー、本当に本当にこの2連勝3連勝ってね意外とないから、クラロやってるとマジでさ、俺全然トラ上がんねえじゃんみたいな、1時間クラロやってんのになんでみたいな、履歴見たらもう勝って負けて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 みたいな、あーもう俺の適正位置ここねみたいななるっすよね。もういけねえのかっつって、で、あと、いや、2連勝するまで連敗が来るんですよね。クソがーっつって、X ペドロだ。さあ、ペドロ2は何を使ってんだ、アイスピ、まあ、ディガポイ。ディガポイか、迫撃ディガーとか、顔してんな、もう。相手のクラメはなんか文句に見える、文句ラッシュ、やべえもう病気。さあ文句 SP ディガーちゃん LSP、 マザンク、ポイズンが来る。この固まってる間のこの豚が強いんだな、気づきました。うん、さあ施設が迫撃かボムかで、まあどっちがいいかな、どっちもどっちだけどボムの方がいいな。ギャングだったらもうボムっすね、迫撃ではない。多分ね、結露いもしたいですね。結露いもしたいけど、なんか普通にフェニモンロイ組むだけでも強そうだけどな。これ、ヤンキーか。ヤンキーやろうか。いや、熱いぞ、そのディガーは。完全に無視して。あー、やべ。いやー、ギャング読め下手。回ってるわけねえもん。一発？いや、強っ！フィジカル強っ、ゴリやん。ちょっと待って、あーゾンビがうまいな、トリトン引っ張って。じゃマジ結露いっすね、結露いしかない。結局ねロイジェイ最強戦術結露。世界変えるぞ、マザネグ左サイドに徹底します。無駄がねえ、ああ文句で跳ね返せるからか、怖くねえんだな、ま、ね、一旦ね。一旦ね。いや、ライトニングぶちかましてえな。もう絶対刺さるの。いいな、普通。いやー。
強いってマジ。え、もっといけた？結構限界感じてたけどな。いやー悔しい。絶対決まったやんっていうのもね、なんか思ったよりも守れちゃうのが文句フェニックスっすよね。さあガボッちゃんはもう人気っすね。よく当たんな。タイミングも仲良しだな。さあ人気なので、まあ今回はマザネクがまたお休みって感じかな。いやミスターフェニックスと、まあいいか。入りすぎ。いやでもお願いロイジェイ、コストたまれ。エリポンないけど結構熱い。じゃあヒースピーカウンターしてる。殴れ。おっつい。レイジ相手乗っちゃったけど結構入るぞ。いやーラムのコストはない。全部ここで引っ張りたい。あーそれうまいな。よし。いや全然で自陣で行かれた方が卵から復活率が高い。よし。いやこのダメージ熱いな。まさにくマジでスケラ引いてくんね。まさにく外したらこれ絶対スケラ来るんだよね。でももう見えるよね。いや持ってねえなこのマザネク、この世で一番。いやまあそれは固めてきますよねと。まあ防衛ライトしてよさそうだな。で残ったのにロイつけるだけだ。ちょっと後ろになるけど。いや熱い。跳ね返して。いやでもやば。いや鳥マジで鳥。お前天才かよ。いやなんか全部あっちっちゃった。いやマジ困ったら防衛。うわ鳥。え一生飛んでるよお前。なんでお願い。割れろじゃねえ逆。さあラム来る。いやー殴れそう。熱い。おーい。さあマザネクよかったし鳥もよかったな。なんかまあマザネクそんなか。さあマザネグ使ってんでね。スケラちゃんスケラの匂いがしてきたな。いやスケラの匂いがしてる。熱いぞこれ。もうゴレかスケラの。えタルデリ。いやマジで例外来た。例外だな。なんだこれ。デリーだったらウッドで迫撃はあるんですけどタルデリどうしてそうなったの。あんまり考えるなんて。いやマジでザッピーもういい。ザッピー。いやこれ好きだやん。でも本当にちゃんと好きだやん。スケラではあるけどスケラではあるけどもザッピーおるんと話がちげえな。おいあでも今ザッピー使ったよな。
え、こんな感じで言っていい？うん、バボコよ。マジふざけてるだろ。マジで。いや、ババコヤでも3体からまあ1体でしょ、こうしたら。いや、おいしいおいしい。おいしいおいしいおいしい。しかも俺はスケラだよねと。スケラじゃねえ、マザニクだよね。いやー、これちょっと勝ちたいな。ね。サービス来た。デリバリーちょっとやだ。あー、でもザッピーやばい。このモンキーやばい。やりすぎでしゃばり。よしよし、まだマザネクいるんで。まあババコヤの逆に毎回行きたいんだけど、いやー、ババコヤとね、真正面からあんま良くないけど、ライト削りのパターンはあり。これ、ババ1体だけ。やばい！いや、マジで、こいつ打ってくるの？ちょっと待って。意外冷静になれ、俺。一旦マザネク出しとこう。一旦マジでマザネク出しとけば。スケラコレで打ってきたらあったもん。ね。あ、いっぱいいる。いっぱいいる。いっぱいいるいっぱいいるいっぱいいる。え、これでもさ、熱い。あ、なんか僕さ、俺の感覚だと届かない、届かないよ。そうだよ。いや、もうザッピーつ、いや、トリトンつ、いや、マザネクめっちゃ頑張ってんじゃん、大好き。さあ、でここで、ね、トリトンとマザネクをセット。さあ、トリトンが引っ張ったやつを全部豚に変えていくよ。こうなったらちょ、右サイドも狙える。よしよしよし、イケイケどんどんタイムだ。いや、デリバリーやるんで、ちょっと早めにさっちゃんさっちゃん。うーん、かてえな、かてえやな。おー、すごい。いや、あれマスナグで回収してんだけど。いや、 LSP 神や。あっつ、そのやっちまりょポイズンじゃないの？やっちまりょポイズンからのやっちまりょザッピー追加？やってんねえ、君。君やってんねえ、それ。よし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 。しかも、顔面ババコや。失敗パターンね。さあ、豚、1匹、2匹、3匹、4匹。豚、豚、豚。よしよし。いや、これに関してはもう左サイドでいい。で、ザッピーを、もう、ライトニングで。あー、諦めたね。OK！ さあ、ババゴヤ、ザッピー、まあ、普通に考えてロイライトにはガンメタなんですけども、マザネクいることによって世界はひっくり返ります。おめでとう。というわけで、ちょっとね、沼ってますけども、今季マジでね、上狙ってるんでね、このフェニックスパワーで頑張りたいと思います。では、大塚ちゃんです。またね。